こんにちは。おはようございます。こんばんは。はとくまです。今日も世界中のフィットネスを皆さんと一緒に共有していこうと思うんだけれども、昨日まではね、ジャパンプロの話をしていました。で、本来であれば今日ね、ルーマニアマッスルフェスタっていう、同じくね、14日に行われたルーマニアのプロ大会があって、そこでは、オープンボディービルとか、ボディービル212、クラシックフィジック、メンズフィジックって男子全カテゴリー行われて、またオリンピア選手が出ました。で、有名な選手もね、結構出ていたので、まあ、そこの結果を3日ぐらい経ったからさ、もう旬経っちゃうし、話そうと思ったんですけど、その動画は、明日にさせてはもらえないでしょうか。なんでかっていうとね、もうタイトルにもある通り、まあ、そのタイトルとサムネ画像を見て飛んできた人がほとんどだと思うんですけど、今週末に一体何が行われますか、皆さん。日本時間で言うと、21日日曜日の、まあ、午前中ぐらい、何が行われるかというと、ショーン・レイクラシックがハワイで行われます。この大会はクラシックフィジークがね、行われるんだけど、ローガン・フランクリンが、まず出てきます。ローガン・フランクリンは2020年のオリンピアで9位に入って、今年はね、テキサスプロで準優勝、アーノルドクラシックでは3位、そしてベストポーザー賞を取りました。今一番人気のあるクラシックフィジーク選手の一人と言っても過言ではありません。メンズフィジークの時からトップ選手、クラシックに転向してもトップ選手ということで、今回の大会でも優勝候補だし、今年はオリンピアに出れなかったので、まあ来年オリンピア出るためにね、優勝して決めてほしいところではあります。ありますが、日本人ならば、この人を応援しないわけにはいかないでしょうという方も出てきます。それが一体誰なのか。シンさんでございます。小玉慎一郎プロが、クラシックフィジークデビューいたします。ハワイはね、シンさんのホームの地でもあるから、まあ、非常に楽しみ。今までにないぐらい絞ってきます。シンさんのプロ戦といえばジャパンプロですが、その時よりもクラシックフィジークはリミットがあるので、体重を落とさないといけないというところで、かなりバリバリな状態で出ることはもう決まってます。そんなシンさんね、出てくるんですけど、タイトルにもある通り、なんとですよ。これもう本当に嬉しい。まあ、皆さんにとってのメッセージでもあるんだけど、ハトクマ用のですよ。ハトクマのこの動画用に、シンさんが大会の意気込みとかをハワイで撮ってくださいました。3分40秒ぐらいの動画でございます。細かく言えば3分42秒。シンさんの熱いメッセージが込められてます。その動画をこの後流したいと思います。もうこのハトクマの話が鬱陶しいと思う方は、概要欄のね、タイムスタンプあるから、そっからもう直接ね、メッセージ見てもらえればと思うんだけど、もうなんでこんなに、いつも以上にハトクマテンション上がってない、いつも以上になんか話うざくないって思ったらごめんなさい。だって、めっちゃ嬉しいよって。IFBB プロとまあ、そうやってお話できてるのもそうだけど、メッセージをさ、送ってもらえるって。で、そのメッセージの中に、自分の名前があるんですよ。呼んでもらえてるんですよ。こんなに嬉しいことやっぱないよねって、こうやって筋肉大好きでさ、IFBB プロとかいろんな紹介してきて、その日本のトッププロの方に名前呼んでもらえるなんてそうないよねって本当に嬉しいって。もうこれは自慢させてほしいって。やってきてよかったって。っていうことでね、まあそんな感じで、気持ちが高ぶってますと。まあそれは本当許してほしいですというところです。で、まあこの後なのでメッセージ動画流します。それで今日の動画は終わりです。ただ、その前に一応ね、シンさんのライバルになるんじゃないかなっていう選手をこの動画で紹介しておきたいと思います。この後、ハワイの話をするのはシンさんの大会が終わった21日日曜日になると思います。ということでね、今回のハワイの大会は一応8人全部で出る予定です。シンさん含めてね。で、その中で強敵になるんじゃないかなっていうのが3人ほどいます。1人はさっきも言ったローガン・フランクリン。ローガン・フランクリンの最近の成績もう一度おさらいしておくと、2020年、ニューヨークプロで優勝してオリンピア決めました。クラシックフィジークとしては初めてのオリンピア9位になりました。トップ10以内に入りました。で、今年はテキサスプロで準優勝、アーノルドクラシックで3位です。今年はね、オリンピアには出れませんでしたが、今一番勢いのあるクラシックフィジーク選手の一人だし、ローガン・フランクリンのポージングは本当に素晴らしい。美しいです。めちゃくちゃ美しい。見とれるぐらい美しい。しかも、今回の大会では、新しいフリーポーズを見せるみたいなので、くっそほど楽しみ。まあ、ローガン・フランクリンが優勝候補だし、優勝する可能性はかなり高いと思います。めちゃくちゃ、強敵。そして、もう一人が、シャービス・ヒガという選手で、この人は、シンさんにちょっと似てるんですよ。何が似てるかっていうと、まあ、この映像で言う一番身長低い方なんだけど、もともと2019年とか、ボディービル212に出ていたりするんですよね。なので、ボディービルからクラシックフィジーク行ったりとか、またクラシックフィジークに戻ってボディービル行ったりとか、そういうことを繰り返してる選手です。
なので、筋肉の丸っこさだったりとか、筋肉の厚みっていうのはすごくある選手。ただ、身長が低くて、手足がそんなに長くないので、今のクラシックフィジックって、どっちかっていうと身長が高くて、手足も長くてって、で、ウエストが細くてっていうのが評価されやすいんですよね。そういったところで言うと、ちょっとこう、トレンドからは外れているような選手。ただ、筋肉量は非常にあるし、シンさんとタイプが似ているので、比べられるんじゃないかなって思って今回挙げてます。このシャービス・ヒガっていう選手も、まあ、強敵だと思う。この中で言うとね。あとは、ウラジミール・シゾフっていう選手。この人はなんで挙げたかっていうと、プロポーションはそんなに優れたものを持っている人ではないと思うんですけど、直近の9月の大会で準優勝してるんですよね。で、ローガンが準優勝した大会でも9位に入っているので、結構成績残している選手なんですよ。なので、取り上げてます。で、まあ、この3人以外にも、あとね、シンさん除いて4名出るんですけど、まあ、他の選手はメンズフィジークから多分上がってくる人とか、あとは、ま、50歳以上のクラスに出ている選手とかなので、まあ、そんなにすごい強い選手っていうのはいないんですよ。2016年ぐらいにオリンピア出ている人はいるんだけど、あ、それで言うとね、このシャービス・ヒガっていう選手は2016年にクラシックフィジークで、オリンピアに出ていて8位に入ってます。だからま、ローガンの次にこの選手が強敵になるんじゃないかなって思うんだけど、まあ、シンさんなので、トップ5には、多分入ってくると思います。で、トップ3に入っても全然おかしくないし、なんなら、だからローガン・フランクリンとトップ1、2争いをしてほしい。バチバチにね、肘をぶつけ合って戦ってほしいと思ってます。ということで、まあ、この辺でいいでしょう。こっから先はね、冒頭にも言った通り、シンさんの動画、載せます。お見せしますので、ぜひ、見ていってください。フルでね、見てもらえればと思います。ということで、この動画はここで終わりです。これ以上、ハトクマは喋りません。なので言わせてください。少しでもこの動画面白かったためになったと思っていただけたら高評価とチャンネル登録ボタンのクリックお願いいたします。ではバイチャ。ハトちゃん、そしていつも YouTube を見てくれてる皆さん、こんにちは。 IFBB クラシックフィジークプロのシンです。ですね、今回は普段からいつも自分の情報なんかをねみんなに発信してくれてるハトちゃんに、お礼が言いたいのと、そして応援してくれてる皆さんにお礼が言いたいのでこの場を借りて動画を撮ってみました。今はですね、ハワイプロ、ショーン・レイクラシックハワイプロの4日前です。順調に体の方は整ってきてます。少しずつエネルギーを貯めて、低空飛行していた状態をこう上げてってますんで、このまま、当日を迎えれればピークで、過去最高の体でステージに上がれると思っています。そう信じて、やってます。ちょっと具体的な内容を話すとですね、よくインスタグラムに質問があったんですが、体重のリミットについての話を少しいこう、せっかくだからしたいと思います。ちょうどね、175センチが切れ目なんですよ。若い時175、6あったから大丈夫かなと思ってたのに、最近測ったら微妙だったんで、縮んだのか重りを背負いすぎたのか。なので175を下回るようだと94キロではなく91キロを切らなくちゃいけなくなってきたんですね。途中からやばっと思ってですね、てっきりずっと自分は175あると思ったから、94キロにこう目指して頑張ってたんだけど、途中からちょっとスピード上げてですね、175なかった時のための絞りを今している。そしてやりきれそうなところまで来てます。だから当日、前日だのウェイトインの時は うまくできると思います。どっちになるか分かんないんだけど、うまくクリアしますから待っててください。それがそのよくある質問の答えです。ハワイはですね、やっぱり気候がいいので、体温の調整とか、減量がとてもしやすいです。食料なんかもいいし、サプリメントも簡単にすぐ手に入るし、なので、何も言い訳ができない状態で今自分を追い込んでますから、ぜひ、当日を楽しみにしててください。世界のトップクラスが来るようなので、
どれぐらい自分が戦えるか、ぜひぜひ、見てください。どれぐらいの差があるのか、それとも、食ってしまえるのか、自分でも楽しみにしてますんで、誰が来ようと、遠慮はしないので、ぜひ応援お願いします。また、追って、今後の進め方は報告したいと思います。取り急ぎハワイプロに向けての意気込み動画でした。ハトちゃんよろしく。